イオングループ大英光弘マックスバリュー吹きた、地里急店古表、茨城店古表、江坂店、古表鮮度館その他店、株式会社公用は、大阪府茨城市に本社を置く、イオングループのスーパーマーケット運営会社である。現在は、京阪新地区において、従来から運営している、古表鮮度館、古表、イオン、マックスバリュー西日本から店舗を紹介した、マックスバリュー、 イオンマーケットから店舗を承継したピーコックストアを展開している。かつて和歌山県や滋賀県にも各一店舗を展開していたが前社は完全閉店施行者はマックスバリューチューブに再度移管したためいずれも現在はエリア外である。1973年1月の創業以来長らく創業家運営の独立系のスーパーであったが2007年12月17日に イオン株式会社が、三つ広の発行済み株式348000株のうち312000株を、創業会地続から約150億円で取得し、イオンの子会社となった。イオンが、イオンリテールへの分割承継で純粋持ち株会社になる直前の2008年7月21日には、イオンが運営していた京阪新築のマックスバリュー店舗を承継した。故表店舗に関しては、 正常石井と提携し、正常石井の商品を陳列したブースを設置している店舗もある。2016年3月にイオンマーケットから継承されたピーコックストア店舗については、その後、改装に伴って古表店舗やマックスバリュー店舗に転換された店舗も存在する。2018年10月10日にイオンが 各地域ごとのスーパーマーケット事業の経営統合に関する基本合意書締結が発表された際、三つにおいては、2019年3月1日付で、同じグループ会社のマックスバリュー西日本から、兵庫県の8店舗を承継した後、2020年3月1日付で、同じグループ会社の大英へ、九州合併する経営統合を進める予定であることが示された。しかし、 2020年1月29日に株式交換による大英の完全子会社化に方針転換されることとなり、三つの法人格が存続されることとなった。2020年2月5日現在、ありがとうございます。